どうも、ジャミーです。今日はですね、先日行われた、神 VS 神の対戦の解説をしていきたいと思います。では、見ていきましょうか。まず、これ、パフェ済みですね。パフェ済みで、相手が右のカウンター。さあ、これは2連パフェがある。2連パフェ取れる。3ダブですね。3ダブ対応で、再びパフェの後打ちで帰る。しかし4個なので、ビビたる量なので、そこまで影響はないですね。さあ、もう一回パフェ取れる。4連パフェ。4連パフェ取って、取ったけど、3連差で返されて、これは5部ですかね。4連パフェしたものの、あまり効いていない。さあ、Tスピンシングルからダブルと打つ。紫ハッカーかな？じゃない。紫ハッカーだったけど、埋まって、青ハッカーで紫揃ってますね。3連鎖、うまい。上から3連鎖作って、3連鎖打ってきましたね。ただ、後打ちのテトリスで返した。単発に削って、赤が露出してる。さあ、これ大きい2ダブ。でかい2ダブで、2ダブ3か。2ダブ3連で、さあ、2連鎖。2連鎖打つものの、返りはしないので。これは、上の黄色ハッカー。テトリス打って黄色が来ない。これはちょっとツモ悪かったですね。一応黄色ハッカーが縦3で残っていたので。まあ、あれだけ引ければ、あれだけ引けばまあ普通引けるので、これはちょっとツモが悪いですね。開幕 TSD だったけど、ちょっと T ミノを先に、出してしまって、ちょっと、送るのが遅れた。しかし、形的にはそんなに影響はないので、まあ問題ないですね。これは、どこハッカーなんだろう。緑ハッカーだったのかな。単発で消して、消したけど、これは普通に刺されましたね。これテトリスとどんどん送って普通に刺さった。マハさんの発火点はやっぱりかなり見づらいのでね、しっかり両方の画面見ながら解説していきます。ちょっと難しいですけどね。これは、T スピンダブルから大美濃でパフェ。紫発火の1、2、3、4、5連じゃない。緑と赤も入ってるから7連か。7連差。で、これはパフェ取れるけど、帰らず。7連差の方が、普通にでかかったですね。緑ハッカーの位置にさ、4連鎖持ってる。緑ハッカーの4連で緑をさらに入れて5連鎖。5連鎖キープしてる。さあ、赤で単発打って、青ハッカーの2連。しかし、緑ハッカーの2連鎖を打つ羽目になって、これはちょっと間に合わなかったですね。まあ、緑がちょっと、引けてなかったので、そのまま追い打ちで刺さった感じですかね、これは。じゃあもう一つ見ていきましょう。これはパフェ済みかな？パフェ済みで、パフェが取れる。相手は、左のカウンターですね。マフマフさんは左のカウンター。黄色ハッカーで、1、2、3、5連鎖。しかし、紫発火にして、6連鎖になった。俺、T ミノの置きミスかな？少し置きミスしてて、結構危ない。総裁に当てる羽目になりましたね。ダブル消しからダブル消し。ダブル消しと。これはダブル消し行為しますね。トリプル消し、ダブル消し、ダブル消しと。どん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 相手に積もらせない。ダブル消し、ダブル消し。さあ、紫ゾロをちぎってうまく利用して、多連結2連。後打ちなんで、ちょっと変える。黄色ハッカーで、5連鎖かな ?5 連鎖。5連鎖はちょっと返せないので、普通にこれは受ける羽目になりますね。こっから仕切り直し。これは、真ん中に青を置いて紫ハッカーか上からの紫ハッカーもある。
3連、3ダブ。3ダブじゃない。4連、5連鎖あった。5連鎖で、帰らず。俺が、テトリスを打ってたけど、帰りませんでしたね。5連鎖はやっぱりでかい。さあ、テトリス打って、これは紫ハッカーですね。1、2、3、4連鎖。多連結4連鎖。一回テトリスで総裁してから、総裁外して、Tスピンダブルテトリスと。これは、緑ハッカー。うまいですね。しっかり4列目に8、1入れて、紫緑と繋げて、3ダブの4トリ。でかい。同時消しはやっぱりアップデートで強化されましたので、かなり対応してきますね。同時消しは非常に強いので。さあ、アーファッカで、いけた。1、2、3、4、5連鎖。じゃない、ん ?6 連鎖。5ダブの6連鎖。5ダブの6連鎖。上の緑は繋がってないんで6連鎖でしたね。さあ、全部、ほぼ全部穴場で、かなり厳しい。さあ、アーファッカで2ダブの3。これに対して俺は総裁は当てる羽目になったので相手に遅れず。ちょっと苦しいですね。さあ、ジェイミノをちょっとホールドしてしまって、ホールドから出してしまって、ちょっと厳しい形になってしまった。それに対して、6連鎖。多連結6連鎖が強い。ギリギリ耐えれるか?ギリギリ耐えるものの、穴腹が相当来てるね。これはだいぶ厳しい。相手黄色ハッカーの1、2、3、4、5連鎖持ってる。黄色ハッカーの5連で埋まる。埋まって、これは青。青入れてから緑ハッカーだけど、これ引けませんでしたね。うん、これちょっとラッキー勝ちだったかな。かなり穴腹も来てて、割と致命傷だったので。まあ、これはラッキーの部類でしょうね。ほぼ負け格だったんだけど。さあ、DT パフェの構えで、黄色ハッカーの4連鎖持ってる。さあ、アメミヤホを打とうとしたが、T ミノを置きミスしてしまって、これは結構相手に組まれるぞ。さあ、3連鎖。3連鎖で対応してきた。総裁外して、テトリス。さあ、紫で発火してきて、これはでかいぞ。3連、4連、5連鎖、6連鎖。じゃない。7連、8連鎖ありますね。でっかい。さあ、その TD はトリプルにできないと刺さるな。右側に歩みのを置いて、トリプルにすればギリギリ耐えれたかな。しかし間に合わず。あの T ミノの置きミスが相手に時間を与えて致命傷になってしまいましたね。さあ、これは開幕 T スピンダブルから T スピンダブルと打って、マフマスさんは、青ハッカーの3連鎖。かな多分。さあ、青揃えて、5連鎖。わかりづらいですね、本当に。こんなによく見てても、非常にわかりづらい連鎖。3連鎖。さあ、Z ミノの置きミスしたけど、T スピンシングルからダブル消しでどん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 火力送ってますね。これ2ダブ、でかい。じゃない。4連、5連あった。テトリス側の方見てて、ちょっと見てなかったけど、5連鎖ありましたね。さあ、この大位置鋭い。5連鎖打ってきて、ギリギリか?ギリギリ。T ミノが回って耐えれた。さあ、ホリレンが噛み合って、なんとか。打ってきて、3連鎖4ダブ。4ダブに対し、こっちは一応掘り切れているので、回復できましたね。とりあえずは回復できた。赤ハッカの同時消し。二ダブじゃない、二トリの三ダブ。でかい。これは厳しいか。厳しいですね。
ちょっと置きミスしてたっていうのもあって、なおかつ相手の大位置も鋭くて刺さった。さあ、開幕 TSD で、どんどん T スピンダブル送って、これは青ハッカですね。青ハッカの3ダブル。3連鎖ダブルで、完全総裁なので、相手に送れずに、強いに踏まれてる。さあ、これは一回テトリス挟んでから、T スピントリプルにしましたね。紫ハッカのでっかい2ダブルじゃなくて赤ハッカでもあんのか。もともと赤ハッカだったのかな。上の紫ハッカもあって、2色ハッカ。さあ、STSD。紫ハッカの、3ダブ。3ダブで完全総裁。ドネイトして、単発打ってくる。茨はテトリスの後打ちで帰る。これは3連鎖の多連結強い。この連結しっかりやっぱり足してるのが強いですね。それのおかげで完全操作になってるので、クヨ側に攻撃が振らない。さあ4連鎖打ってくる。これはしっかり操作外してテトリスを打って、テトリス。赤ハッカのこの多連結2連鎖強い。さあダブルダガーで、相手2連鎖。Tスピンダブル、Tスピンダブル。テトリスと打って、しかしこの2ダブで返される。強い。あれで5ライン返ってくるんですね。やっぱり同時消し強いですね。さあ、黄色ハッカのでっかい2ダブ構えてたけど、引けずに、刺さった。同時消しはやはり対応してきますね。さあこれパフェ済みで、まだ左から組んでますね。パフェがなかったんで、BTB つけて。BTB つけて、そのまま、T スピンダブル、T スピンダブルと打って、どんどん火力作ってますね。上の青ハッカで、1、2、3、4、5、6、7連鎖。7連持ってる。しかし、少し、飛んで、6連になったか。はい、一回受けてから、ホリ連。これ、S ミノで削って、T スピンダブルです。さあ、これは青ハッカの2連鎖。じゃない、紫ハッカもあったのか。繋がってた。やべ、全然見えてなかった。5ダブ、6、7連鎖、うまい。5ダブ、6ダブ、7連鎖。さあ、ダブル消し、ダブル消し。いやー、ママさんの連鎖、ただでさえ見づらいのに、両方の画面を見て解説するのはちょっと無理がありますね。さあ、紫ハッカで、これは、どんぐらいあるんだ ?3 連鎖、4トリ ?4 トリ、でっかい。さあ、トリプル消しで、とりあえずもうどんどんプヨ側に攻撃を送られないとダメなので。さあ、4連鎖。これギリギリ4ラインだったんで、BTB 付きのテトリスの攻撃で帰る。この、少し帰るのは大きいですよ。さあ、じゃない、緑ハッカで、3ダブ4連。3ダブの4連鎖で、これも BTB 付きなので、打っても、少し帰る。4個か。2ダブの3。これでかい。2ダブの3連鎖打たれて、Tミノリ削ろうとしたけど、穴の位置見てテトリスにしましたね。さあ、これはいろいろハッカってあって、どこハッカなのかわかんないけど、多連結2連で、相殺してきた。さあ、2連で刻んでくる。対応されてますね、これ。そろそろマージンも入ってきてるので、結構削りに来てる。さあ、どんどん削りながら、整地しながら、大連鎖を組むスタイルになってますね、これ。
さあ、4ダムのゴトリ、でっけえ。Tスピンダブル打って、回転入れからテトリスと。STSD、強気の STSD。3連鎖打たれて、STSD で相殺する。イバラの2連、3連。これも T スピンダブルが間に合ってなんとか耐える。トリプル消し、ダブル消し。青ハッカの3連鎖。ドネイトで T スピンダブル打って、おーっとギリギリ間に合った。T スピンダブルが間に合って、単発大1。来るけど、なんとか間に合って致命傷を免れた。紫赤の3連持ってる。どん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 、できるだけ積もって、さあ、フェイント仕掛けてるけど、それを見て、紫ゾロを1列目に置いてから、しっかり、発火しますね。あそこで紫ゾロで発火してくれれば、後打ちができたんですけど、それを見て、瞬時に、紫ゾロを1列目に置いてから、フェイントに引っかからずに、次の紫で発火してきた。さあ、この大量同時消しが耐えられずに刺さる。解説が忙しいですね、これ。すごい忙しい。まあ、マージン入るとね、やはり、プヨ側の火力がかなり上がるので、まあ、かなり、状況を支配されますよね。しっかり削りながら、相殺しながら、大連鎖組んで、刺していくスタイルですかね。同時消しも混ざってるんで、大連鎖プラス同時消しでさらに火力が来ると。はい、じゃあまあこんな感じで、まあ今日もお疲れ様でした。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。